はい、古民家風の家、マダムゴンです。箱島遊水地に来てます。筑波山、ダイヤモンド筑波が年に2回だけすごく絶景ビューポイントとして名高く最近有名になった場所です。これ周りはね、全部桜の木だそうです。さっき途中で終わったのは、なんと地元のおじさんが声をかけてきてくれて、カバさんとか、筑波山への行き方とか細かい、地元ならではのスポット情報をいろいろ教えていただきました。でね、本当茨城県って筑波山ぐらいしか知らなかったんだけど、このカバ、これね、カバ山っていうのもあって、もうね、この筑波山連峰っていうか、まあ、結構あの山多いんです。で、案外やっぱり寒いです。で、桜の季節はこれ全部あの周りが桜の木なので、とっても絶景のお花見ポイントになりそうです。ですが車でしか来れないので、絶対に飲めない人を一緒に連れて行くか、もう飲まなくランチだけっていう感じで、お昼、そうね、昼間に飲まない花見を来た方がいいかな、この絶景ポイントなのでね、っていう感じで、まだまだ楽しみは茨城県の魅力探したいの会員に私もあの個人的に自称という形でなって、これからも魅力探しをしていきたいと思います。ということで、2月14日のダイヤモンドつくばをめがけて母小島をロケハンに来ました。野巻です。古民家風の家、マダムゴンでした。お疲れ様です。それでは皆さん、また。